リズプロジェクト田中なつきです。今日は最近教えてもらったすごい便利なサイトを皆さんに紹介したいと思います。それはサイヤスサーチ .com っていうサイトです。これやっぱりね、今の社会といえば通販ネットっていうのが主流になって、私もよくネットで買うことがすごく多くなりました。で、行き来、いろんなサイト行き来して時間がすごくかかってたんだけど、このサイトさえあればもうパッと一瞬で通販大手サイトの過小最安値の価格を比べることができるっていうすごい便利なサイトになってます。ホーム画面でパッと思うのは、まず検索窓っていうのがドドンと載ってあって、 Amazon、Yahoo、楽天、コンパレ、よくみんなが使うサイトだよねが出てきます。で、下行けばカテゴリー、いろんな種類の中から選べるようになってるんだけど、私これ最初に思ったのがすごいシンプルで使いやすいだろうなって思いました。これだったらシンプルイズベストっていうのがすごいしっくりくるんじゃないかなって思います。で、商品の検索の仕方なんだけど、種類は4つあります。1つ目はこれだね、一番上の商品名とかジャンコードを入力するものです。歯医者探していこうかな、この商品名のところを。最近お腹とか気になるから、そう、ワンダーコアをちょっと調べてみたいと思います。はい、最安値、ね、検索あで、そうすると Amazon の商品割引リストが出てきて、次にワンダーコアの商品検索結果が出てきます。おお、そう、いろんな種類があるんだけど、私はこのノーマルの正規品を見たいのでクリックすると、おー、最安値1万690円ってドドンとまず出てきます。でね、下の方に行くと、わー、Amazon が一番安い1万690円、サイト、価格、送料、そしてポイントの数もうこれで教えてくれるの。もう普通だったらね、ポイント数とかも分かんないんだけど、ここだったらもう一気に比較ができるのでとっても便利です。じゃあちょっとアマゾンの見てみよう。プライム無料、通常確認、おー、そういうのも詳しく書いてんだね。はい、ショップバージャパンを1万4904円が今なら1万690円、おー、超安くなってるじゃん。という感じで一つの画面でパッと全部が載ってるので、あとね、いいのはね、すぐサイトに飛べること。アマゾン、ヤフー、楽天、セブンイレブン、コンパレモールにね、飛べるっていうのもすごい便利な機能だなって思いました。で、ちなみになんだけど、私が使ってみた感じ、ここの検索窓には正式名称を入れるとパッと出やすいので、そちら正式名称を打つのをおすすめします。じゃあ次は今 YouTube で大人気の鉄球。鉄球ね、え、サイズこんなにあるんだね。はい、検索、そうすると、あー、出てきた、いっぱい全部同じ、おー、1792円、2000円って書いてたもんね。まあ、安いです。で、今回はヤフーですね、こういう風についています。はー、そうなんだ。東京とかの人はさ、東急ハンズとかそういうとこで売ってるのかな。で、鉄球も大きさがあるんだね。はい、探し方2つ目はさっきも見てもらった通り、カテゴリーの中から探せます。で、カテゴリーもね、ちょっと今回私は犬を飼ってるのでペット用品を見ていきたい。犬、おー、いっぱいあるね。今ね、クリスマスが近いので服、アクセサリーで、たてがみ超かわいいサンタさんコスプレ、あー、うさみみサンタさんだって、ちょっと見よう、やば、燃える。最安値604円、見ると、はい、今回は Amazon でしかこれが売ってないっていうことですね。ほー、該当なしの場合はこういう感じで表示されるんだね。いいじゃん、超かわいい。例えば具体的な商品がなくても、あ、まあ服欲しいなと思ったらね、服のカテゴリーの中から、あ、これいいと思って探すっていうのも手ですよね。じゃあこのうさ耳サンタをお気に入り登録したいと思います。下の方行けばあるから、お気に入り追加で、はい。で、さっきお気に入り追加したものは右上のお気に入りっていうところを押せば、そうするとお気に入り一覧で商品が出てきます。で、そうすればね、いつでも比較ができるっていうことだよね。すごい。で、ちなみにね、ずーっと下の方に行けば、この商品を買った方は他にもこんな商品を買っていますっていうおすすめ商品っていうのも提示してくれるの。超かわいい。わーっていう
感じで、関連商品、おすすめ商品の中からもこうやって、ね、検索して楽しく比較することができます。で、気づいてた人もいると思います。セールで探すっていう、もう一番いいとドンとついてるんだけど、これはもう Amazon、Yahoo、楽天、ポンパレ、大手通販サイトのセール情報っていうのもここパッと押せばすぐ見れることができます。今の時期ね、クリスマスとか、ね、プレゼントっていうのがすごい多くなる時期なので、こういうセールはすごい助かるよね。ということで今日は最安サーチ .com っていうサイトをやってみました。これね、クリスマスのこの時期、子供、彼女、彼氏、おいっ子、めいっ子、たくさんの人にプレゼントとか自分にもプレゼントする機会も増える時期なので、ぜひ皆さんこれ仕事の合間、学校の合間にでもパパッと使えるサイトになってるので、ぜひ使ってみてください。以上、田中なつきがお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。じゃあねー。